スカットライン。俺の名前はヒロシ。半年前から計画していたプロポーズ大作戦を実行し大成功。彼女のリオと婚約することができました。リオ、今日のディナーすごく楽しかった。ヒロシ、私もだよ。次は高級レストランに連れて行ってほしいな。うん、頑張るよ。やった、高級なディナー楽しみ。今日はプロポーズを OK してくれて本当にありがとう。うん、でも2時間くらい悩んじゃってごめんね。大丈夫、どうせ俺との結婚生活を妄想してたんだろ。これからはずっと一緒だよ。なあリオ、俺のことどれくらい愛してる？ねえ、ちなみになんだけどさ、ヒロシのお金でイタリア旅行連れて行ってくれるって本当？ああ本当だよ。やった、超ラッキー。でもそんなことより今日君と婚約できたことが何より嬉しいよ。私もめちゃくちゃ嬉しい。夢だったイタリア旅行行けて、しかも無料ってテンション上がるよね。リオ、小さい頃からの夢だったんだよね、海外旅行。そそっか、夢が叶うんだね。なあリオ、俺のことどれくらい愛してる？ごめん、明日早いから寝るね。いや、リオ、愛情のキャッチボールしようよ。さっきから全然ボール返ってこない。もう何？変身してるじゃん。そうじゃないんだけどな。そういえばイタリア旅行、3ヶ月後の6月に予約しといたから。6月？もっと早く行きたいのに。ごめんなリオ、社畜が1週間休み取るのマジで大変なんだ。そうなんだ。それじゃあ旅行楽しみにしといてね。ということで、私は婚約者のリオとイタリア旅行を計画していました。しかし数日後、今日姉が働く旅行代理店でイタリア旅行のプラン変更の相談に行ったら、とんでもないことが起きたのです。いらっしゃいませ。ああ、姉ちゃん、3ヶ月後のイタリア旅行の件なんだけどさ。はいはい、確か6月だったよね。プラン確認しまーす。どうしたの？イタリア旅行今日に変更されてるみたいだよ。はあ？出発は3時間後。行くの？いや、どう考えても急すぎだろ。アムロでも行きませんっていうレベルだわ。なんと6月に予定したイタリア旅行が今日に変更されていたのです。どうやら3日前にリオさんが来て変更していったみたい。ヒロシ、聞いてなかったの？何も聞いてねえよ。ちくしょう、俺は騙されたんだ。もう何もかも終わりだ。そう思ったその時、一筋の光が見えたのです。姉ちゃん、飛行機のこの席空いてるの？あ、うん、ちょうど一つ空いてるよ。じゃあ今すぐ取って。よっしゃ。でも空港まで50キロ、今日はチャリで来ちゃったし。全力でチャリ漕げば間に合うって。え、こち亀のりょうさん、俺チャリめちゃ遅いんだよ。この前90歳のおじさんに煽り運転されたし、どうすればいいんだ。たく仕方ねえな。ヒロシ、さっさと乗りな。空港まで飛ばすよ。姉ちゃん、本当にありがとう。ちなみにイタリアには2時間しか滞在できないから。いや、どんなプランだよ。まあ、あさって仕事だしな。俺を怒らせるとどうなるのか思い知らせてやる。こうして俺はリオが乗る飛行機にギリギリ間に合うことができました。リオはというと、本命の男と一緒に座っていました。リオ、今何してるの？あ、ヒロシ、そういえば言ってなかったね。友達と旅行行ってくる。へえ、そうなんだ。楽しんで。じゃあ今は飛行機の中。え、そうだよ。よくわかったね。最近の飛行機って Wi-Fi 飛んでて便利。ヒロシとはしばらくの間会えなくなっちゃうね。寂しいな。大丈夫、僕はいつでも君のそばにいるよ。ジョージ、彼氏からの LINE 見て。僕はいつでも君のそばにいるよ、だって。超キモい。うわ、これはキモいな。キモいって言った？え？言ったよね。なんで？言うわけないでしょ。てか、そもそも聞こえるわけないし。ああ、ASMR かってくらいクリアに聞こえたわ。ねえ、今日のヒロシ、なんか変だよ。ああ、確かに変装はしてる。旅行中は LINE 返さないからね。はい、それだけは勘弁してくれ。バイバイ。リオ、待て！ということで、それ以来 LINE は返ってこなくなったのですが、俺には何も問題はありませんでした。なぜなら飛行機の席は隣、そしてイタリア旅行中は、リオと男の背後50センチを常にキープしました。ねえ、ジョージ、ツーショット写真撮ろう。あ、いいよ。はい、チーズ。そしてついに反撃の時がやってきました。ジョージ、見て、イタリ
アノローマで有名な真実の口だ。ん？なんだこれ。あの口に手を入れるんだよ。偽りの心を持っている人は手首を切り落とされるっていう伝説があるんだって。へえ、そうなんだ。じゃあ一緒にやってみるか。3、2、1、5。ガガー。本当に噛まれたんだけど。おいおい、よく見ろ。噛んだのはヒロシの口。ヒロシ、なんでこんなところに。ゆうか、噛まないでよ。噛むに決まってんだろ。お前ら偽りの心だらけじゃねえか。俺の金で浮気旅行しやがって。いや、これは違うの。じゃあどういうことか納得できるように説明してみろ。いや、時間止まりすぎだろ。え、ザワールド、この汚らしいアホが。ヒロシ、怒らないで。怒るに決まってんだろ。浮気だけは絶対に許せない。もうお前とは婚約破棄だ。やだ、ヒロシ、争いたくない。てめえは俺を怒らせた。こうなったらとことん争うぞ。俺のスタンド、離婚の神でな。ジョージ、戦うわよ。いけー。いや、お前のスタンド土下座してるけど大丈夫？ごめんなさい。降参します。いや、お前弱すぎだろ。のび太にも病院送りにされるレベルだわ。ねえ、ヒロシ、今度ゆっくり話し合おう。貧弱。容赦なく慰謝料請求だ。やだ、そんなの払えない。抵抗しても無駄。私たち一度愛し合った仲なのに容赦ないんだね。そうやって今まで何人から慰謝料奪ってきたの。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。でも私、和食派だからな。ちょっと何言ってるかわからない。ねえ、もう一度やり直そう。俺だってな、一度はお前と愛情のキャッチボールしたかったよ。じゃあ今からでも遅くないよ。愛情のキャッチボールしよう。もう無理。飛行機の隣の席で超キモいって言われました。その後も2時間悪口を浴びせられました。マジでデッドボール多すぎだろ。俺の心あざだらけだわ。全部聞いてたの。当たり前だろ。旅行代金全部返してもらうからな。はあ、嫌だし、せっかくここまで来たんだから楽しませてよ。いや、なんでお前らの浮気旅行を俺が全額出さないといけないんだよ。それでも返金はしない。ダグ、分かったよ。それじゃ最終手段だ。お前らの帰りの飛行機、ホテル、全部キャンセルだ。あとは自分たちの力でどうにかしな。やばい、どうしよう。1週間分のホテル全部チェックアウトになってる。お前ら今の状況をなんて言うか知ってる？チェックメイト。あと最後に一つ忠告しておく。イタリアはスリが多いから気をつけな。ちょっと、ヒロシ、どこ行くのよ。待ちなさいよ。俺はもう日本帰らなきゃいけないの。なぜなら会社のデスクが俺を呼んでいるから。いや、ただの社畜じゃねえか。それじゃあさようなら。その後、ジョージ、どうしよう。旅行全部キャンセルされちゃった。とりあえず自分たちでホテル取るしかないよね。お財布。私の旅行バッグがない。何やってんだよ。やばい、貴重品全部取られちゃった。おい、マジかよ。まあ安心しろ、俺が全部出してやるから。さすがジョージ。当たり前だろ、俺様を誰だと思ってやがる。俺の荷物。ジョージも取られちゃったの。私たち一文なしじゃん。畜生、ヒロシのやつ。いや、俺は取ってねえわ。それから俺とリオは婚約解消。リオと浮気相手は1ヶ月以上日本に帰ってこれず、心配していたリオの両親に真相を全て暴露。リオはブチギレた両親に感動されたんだとか。リオと浮気相手は俺に慰謝料を払うために3つアルバイトを掛け持ちしているらしいのですが、全然減らなくて精神を病んでしまったそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ヒロシのラジオコーナー。はい、では次のお便りです。お便りはどこへ送れば。ちなみにこれは YouTube のコメントを拾いました。基本的に Twitter の方で募集してるんですけど、まあ Twitter やってない人とかどこに書けばいいか分かんないっていう人は、まあ、YouTube のコメントでも大丈夫です。はい、では次のお便りです。ヒロシさんのツイッターって本当に中の人がやってるの？それとも公式の人がやってるの？
はい、これ完全に俺がやってます。公式は公式でちゃんとツイッターアカウントがあるんです。で、スカットラインのヒロシっていうアカウントは本当に俺がやってます。ぜひフォローして気軽に絡みに来てください。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。